皆さん、おはようございます。2024年8月1日、広島瀬戸内社説ということでね、お話をね、したいと思います。まあ、まずですね、今日はですね、広島市長への要請ということで、まあ、署名ね、パレスチナ国を代表ね、平和記念式典にパレスチナ国代表を招待してくださいという署名、おとといね、11,524名、提出をね、させていただきました。でね、今日ね、まあ、そのことについてまた記者会見もね、していく方向であります。午前10時からですね。でですね、本当でも、これね、やっぱ、で、今後はね、議会に対してね、これでいいのかと、ね、広島市のね、平和記念式典や平和行政についてね、しっかりね、やっぱ見直していくと。パレスチナをね、招待する方向で見直していくという方向でね、やっていくというのがね、働きかけていくというのがね、大事だというふうにね、思っています。うん、まあ、広島市の松井市長はね、まあ、パレスチナをね、招待、しないことについてね、まあ、基準に基づいてね、正当化しておられますね。まあ、具体的にはね、イスラエルや朝鮮はね、核兵器禁止条約に入っていないという枠で招待するということです。で、パレスチナはね、日本政府が承認していない国で、かつね、核兵器禁止条約に入っていないから招待しないというふうに、入っているから招待しないとしているわけです。ところはもうこの基準自体がもう広島市へのね、不信感をね、高めているわけですよね。でね、パレスチナはね、パレスチナのね、中日代表部ですね、抗議しています。もう本当にね、激怒しているわけですよね。だからね、そもそもね、2022年以降ね、ロシアね、ベラルーシをね、招待していない。この時点でね、もうすでに矛盾が生じてるわけです。松井市長はですね、ロシアはね、広島に来てもらってもね、行動を改める見込みがないからというふうにおっしゃってますけどね。しかし最近はね、出席しているイスラエルだったら全然反省してないじゃないですか。もっと言えばですよ、世界で最初に核兵器をね、使用した米国をね、全然ね、広島、長崎、反省も謝罪もしていないということになります。それどころかね、G7 に広島サミット、1周年に核実験までやらかす始末です。まあ、ロシアによるね、ウクライナへの核威嚇もいけませんけれどもね、米国はね、実際に使用してね、何十万人も殺しね、広島と長崎の町をね、破壊し尽くしてるわけですよ。だからこのようにね、広島市のね、基準とやらはね、全く説得力のないものですよ。うん、むしろね、広島市がやるべきことはね、広島市がね、会長を務めている平和首長会議に、ね、加入している世界中のね、首長やですね、核兵器禁止条約に入ってくれている国とね、スクラムを組んで、で、米ロ中ね、英仏印パ、朝鮮やね、イスラエルの核保有国に対して迫っていくということじゃないのかなと思ってますよ。それがね、やるべきことっていうかね、まあ、進むべきね、王道ですよね。王道はね、今回パレスチナ中日代表部ね、広島市に激怒しています。だから味方を激怒させたまま放置していいんですかって問題ですよね。一方でね、ですよ、米国やイスラエルなんかはね、平和記念式典に出たことをね、自分たちは平和国家だとね、吹聴してね、戦争をね、しまくりのね、ことをね、隠蔽すると。ね、そういう問題もあるわけですよね。まあ、いわゆるピースウォッシュですよね。うん。いわゆるピースウォッシュ。ね。ピースウォッシュね。ピースウォッシュですね。で、私もね、平和記念式典にはすべての国と地域を招くべきと思ってはいますけどね。まあ、工夫が必要であると思っています。まあ、それはともかくとして、平和記念式典はね、原則、すべての国、地域、をね、呼ぶということ。だから核兵器禁止条約に入ってくれている国、またね、核兵器禁止条約をね、推進するね、
平和首長会議加盟のね、会ってはね、平和記念式典の前後の日程でね、核兵器禁止条約実現に向けたね、まあシンポジウムを開催するということとね、核兵器禁止条約に入っていない国ね、とりわけ現にね、侵略戦争を行っている国に対してはね、まあきちんと批判をしていくと。一方でね、こうしたね、核兵器保有国のね、将来をね、特に、ね、核兵器保有国のね、将来をね、担うようなね、若手の政治家、特に1年生議員なんかをね、広島に招待して勉強してもらうと。そうすると10年後、20年後にね、彼らがね、じゃあ、ね、大臣とかね、下手したら総理大臣になった場合ね、じゃあ、とか大統領になった場合ね、動いてもらえる可能性も出てくるわけですよ。ね。やっぱり、あれ、偉くなっちゃったね、政治家だと逆にね、いろいろしがらみがあって難しい部分もあると思うんでね。一年生議員のうちに、じゃあ、やってもらったら、来てもらったらいいんじゃないのかなと思ったりしますけどね。まあ、まあまあ、核兵器禁止条約にね、入ってる優等生ね、優等生。まあ、いっぱいはね、パレスチナとかのね、優等生ね、まあ、優等生。さらにはね、一方でね、一方ではね、核兵器ね、使用ね、まあ、ね、侵略戦争を行っている国、まあ、劣等生と言ったらね、ちょっとね、失礼に当たるかもしれないけどね、多様に、差をつけるっていうかね、変化ね、変化をつけるのもね、平和都市として役目じゃないかなと思いますけどね。最近のね、松井一美広島市長、湯崎秀彦広島県知事、G7 広島サミット以降、特にね、米欧のね、先進国にね、ばかりね、ごまを吸ってると、これね、そういう行動をとっています。まあ、湯崎知事もですよね。広島県知事も、まあ、G7、サミット記念館を建設してね、工事中に青いの根が切断され衰弱するという、これ事件が起きてますよね。うん、こうしたね、広島の平和行政の堕落の背景にはですよ、例えばね、自民党から共産党まで、私の除くね、すべての国政政党の公認や推薦を得ている、県議会議員の候補者が、サミットに来たいとかね、そういうね、まあ、ことをね、回答してしまったと、いう部分がね、広島の政治状況もあります。まあこうした状況もね、市民の働きかけにね、よりね、変えていくと、いうことがね、必要なんじゃないかなというふうに思う次第であります。まあその政治状況をね、変えていくためにもね、じゃあ市民のね、意識啓発もね、もう続けていく。まあそういうことはね、大事なんじゃないかなというふうに、思う次第でね、ございます。それではね、皆さん、でね、まあ、半藤大樹先生のね、檻の中のライブ講演会、こういったものをね、だからね、権力の暴走というかね、まあ政治の暴走というかな、うん、そういうものをいかに防いでいくかという意味でもね、8月31日、この8月の最後の日になりますけどもね、鉄板焼き、お好み焼きや、授業もね、お好み焼き付きでね、権力者はね、やっぱりライオンに例え、憲法とかをね、檻に例えてね、いかにね、権力者をコントロールしていくか、市民がコントロールしていくかと、こと観点ね、勉強していくということがね、大事ではないかなと思っております。それでは皆さんね、最後までご視聴ご清聴、誠にありがとうございました。それではね、失礼いたします。記者会見の方頑張っていきます。